えー、皆さん、こんにちは。オールナイト長野の時間がやってまいりました。メインパーソ,リパーソナリティは私、り松本でございます。すいません。ちょっと間が空いてですね。約1ヶ月くらい、えー、間が空いてしまったんですけども、なかなか時間が取れませんで、えー、申し訳ないんですけどもね。まあ、申し訳ないというか、楽しみに待ってる人もそんなにいないと思いますから、まあいいと思います。<laughs> はい、次ですね。あの、次ですね、じゃないわ。 あの、前回1ヶ月前でね、ちょっとどこが、どこまで答えたかがちょっとあやふやなので、もし被ってたらごめんなさい。ということで、え、ちょっと早速ですけどもね、あの、答えていきたいという、お話ししていきたいなと思います。サクサクいきます。はい、じゃあ一発目、えー、りょうさんこんにちはと。えー、先日、謙虚さとはという動画を上げて、 たのでそれについて質問です。おしゃれだね。など服装について褒められた場合、りょうさんどういった返答をしますか。か、えー、好きなものはただ着てるだけなので、主観的におしゃれだと思われるのはプラスアルファだと私は思うんですが、りょうさんの意見もお聞かせください。おしゃれだね。まあ、なんかかっこいいね。言われたら知ってますとございます。知ってるよと。とはい、次ですね。えー。知恵袋のファッションカテで行きがってるストーンヘッドホースディアが大変うざいです。物申す系 youtuber としてこらは知りめんどくさいわ <laughs>。知らんはい。あのす、ー、ません。 次ですあドルチェガバの中国で炎上したあこの時期だもんなだいぶ前だよ,前前だよなドルガバ炎上の時だもんねえー、っとドルガバの炎上体質どう思いますかまたファッションデザイナーが日本の悪口を言ってたらどう思いますか、まあ、まず炎上体質、うん、もうこれ性格だろしょうがないよねデザイナーのね、あのー、人の性格だからうんどうしようもない人間性ってとこだからね しょうがないっちゃしょうがないのかもしれないしちょっと待ってくださいねお湯が沸い,いたのでコーヒーを入れますはいえー、そうっすね、うん、まあね過去にもこういうことあるじゃないですかたまに、まあ、ガリアノがジョン・ガリアノとかはもう確かね、あのー、差別的な発言とかしてね叩かれたりしてましたけどしょうがないですねもう、あのー、個人の問題なんで、うん かなと思います。で、ファッションデザイナー日本の悪口を言ってたらどう思いますかうん。正直ね、別に俺は、うん、あ、そうなんだっていうふうに思って、あ、動画のネタにしようって思うくらいな感じですかね。<laughs> <laughs> <laughs> はい、次です。えー、セール商品は今後売れなくなると思いますかどういうことだセール商品売れなくなるかいや、売れ、売れるんじゃないんですか顔。買おう 買う人がいる限り、えー、来年の秋頃長野に旅行に行きハウデーにも行こうと思っていますコートを買いに行きたいのですが売ってますかねブランドなどは問いません色はベージュがいいですいやいや <laughs> 分かんねえよそんなの今聞かれても分かりません次です、えー、新卒1年目です転職したいと考えてはいるのですが明確なやりたいことがないのと今の職場の人が えー、いい人しかいなくて、踏み出せないままでいます。えー、服、服が好きなので、それ関係につきたいと考えております。りょうさんはど、どうしますか今、だらだら今の仕事を続ける自分があまり好きではありません。やめたらいいんじゃないですかスパッと一回。うん、やめてから考えるっていうのも僕ありだと思ってて、僕なんかそうでしたよ。もう嫌だなと思って、とりあえずやめたいと。とりあえずこの状況を出したいと思って、やめ、やめるファーストでしたね。次、大体次が決まってから、あのー、やめるじゃないですか。ね、あの、スムーズに乗り換えできるように。 僕はもううわ苦これまあいいや僕はもうあのやめましたとりあえずとりあえずやめてみたらいいんじゃないですかそしたら「おやべってなってなんかいろいろ考えるんじゃないですかね、えー、次人間の本質は悪だと思いますか性善説性悪説の話ですかあんま考えたことないですねんどうでもいいという思います <laughs> そんなこと言ったら元も子も,もないんだけどねうん まあ僕は善だと信じたい。はい。次です。人に気を使いすぎてしまう性格です。どうしたら直せますかああ。なるほどね。うん。まあ、どうなのね。ひ人にこう、なん、なんていうんですか。遠慮してしまうっていうことですかそれは。直したいんですね。うん。どうしたら直るかね。なんかまあ、 気の持ちようかもしれないし、ね、逆に人に気を使えるってことですからそれを活か,かすかとかっていう考えるかどっちかじゃないですかね。僕なんか人に気遣いっていうものができない人間なんでその気遣いっていうのは何ていうかなそのつまり例えばだけどうまあこんなことは僕はあんまめったにないけど、まあ、例えばですよ会社のね,会社のね上司とかとじゃあ飲みに行きます。 で、会社のね、その上司の人のお酒がもうなくなってます。え、お次お代わり何か飲みますかとか、なんか、じゃあ、お酌しましょうかとか、僕そういうことはね、できないんですよ。あの、逆に僕が聞かれるっていうか <laughs>、逆に、あの、目上の方に何か飲みますかとか言って、僕が言われるってあ、逆に、あ、すいませんみたいな <laughs>。そういうね、気遣いは僕はできないんですよ。ただ、なんかこれを言ったらどうとか、なんかそういうことはなんか気遣いますけどね。 だからなんかその気気を使いすぎてしまうにも多分いろいろあると思うんで、もうちょっとなんか具体的に考えてみ、えー、たら、生かす、いいんじゃないですか。活かせるとか活かして、活かせないとか活かせないというか。はい。いつも心にヘルメットって何ですかいや、ちょっとこれはね、あのー、めんどくさいな。<laughs> 何回、もう10回くらい喋ってるんで、どっか去ってください。えー 次です。パパ活についてどういう印象持ちですか僕は女の子がパカパ活やってて、まああまり気にしないのですが、周りの友達は結構気にするみたくて。まあ僕の理想をここで語らせていただくと、お女さんのパパ活で儲けたお金を使って、彼氏である僕に服を買ってほしい。<laughs> あその最後のこの一文が、クズですね。パ <laughs> パパ活について、まあ別にいいんじゃないですかうん。こんな別に今に始まったことじゃないでしょ。 ね、昔からそその大昔からあることじゃないですか多分ねなんかどうこ行うったってなんか、うん、しょうがないことというか、うん、そういうなんていうかなメカニズムじゃないですけどなんかそういう側面あると思うんでなんか別にそこ,でそ,こそこはそこに完結して別に誰かに迷惑かけてないんだったらなんか外野がとやかく言うことではないのかなと僕は思いますけどね、うん、はい次です えー、ゲンジがトムウッドのリング買ってましたし、カラーも好きだと言い始めましたねと。あ、そうなんですかえー、めっちゃかわいいとか言ってたんですかね。うん、ちょっとぜひその、あ、てかこれ、ツイッターで拾ったな、そういえばな。ぜひカラーの良さを語っていただきたいんですけどね。はい、次です。えー、オールナイト長野ようです。私はハレで働いていますと。えー、もちろんハレのことめちゃくちゃ大好きですが、よくわからないインナーとか靴とかを売っている意味が、えー 売っている側でさえわからないとえ。正直ユニクロの1000円で買える T シャツの方が質が高いと思ってますし、靴に関しては合皮がほとんどなのに、えー、1万円を平気で超えてきますと。働く前からわか,か,か,からなかったのですが、働いてからもなお意味がわかりませんと。こういったものを作る運営側の考えってどうなんでしょうかで。私はデザイナーのエゴだと思ってしまってるんですか松本さんのご意見。いや、これデザイナーのエゴとかじゃなくてビジネスでしょう。う多分ね。うん。 あのー、そこだと思いますよ、リザヤをどれだけ、あのー、取るか、取れるかっていうところの、まあ、勝負ですから、まあ、これ何、なんでもそうだと思います、正直、あのーね、これ、言い出したら結構、切りないところが僕はあると思ってて、うん、だから、なんか、それがまあブランドっていうことでもあるしねで、それを買う人がいる以上、なんかまあ、ビジネスとして成り立ってる以上、まあなんか、うん、まあ、意味とかではないっていう話じゃないですかね。 でもしそこになんか意味がわからんとなんかそこにあのフラストレーションがあるんだったらもうやめるしかないかなというふうに僕は思ってますはい次え「現時ディス動画復活させてくださいと」と <laughs> これたまにこういうのあるんだよなまた現時動画出してくださいみたいなうんまあなんか面白そうなことがあったらディス動画、うんまあ、ディスったうんディスったつもりはあんまないけどねネタにさせていただいたというのが正しいかなと思います はいえー、私が名言だなと思うのでプロゲーマーの梅原氏が言っていたゲームに飽きたんじゃない成長しないことに飽きたんですというものがあるのですが個人的にこれはファッションに通ずるものがあるのではないかと思います自分はまだかっこよくなれると思うからこそよりファッションにのめり込んでいったり、えー、服が好きでいられる部分があると私は思うのですがりょうさんこれについてどう思いますかえーそうねそうねおおむねおおむね賛成しますか 自分はまだかっこよくなれると思うからこそよりファッションにのめり込んでいったり服が好きでいられる部分があるまあそうねまあそうじゃないですかうん何事にも通じそうな気もします <laughs> はい次ですえー、い,いぶきのりたかのりたけだっけこれのりたかだっけは、まあ、名前忘れてしまいましたね読み方が好きすぎて困ってますねえー、わしにラーメン食わせんかい松本さんどれが一番好きですかあこれは、まあ、知らない方のために一応補足させていただきますと あのー、ロバート秋山のクリエイターズファイルのキャラクターですねこのラーメン評論家で、えー、1年365面とか確かなんかそういうような、あのー、感じで、まあ、ずっとラーメン食っててでなんかこう熱くなりすぎてラーメンの解説く熱くなりすぎてプルプこプなってこうなんか早送りみたいな声になってしまうというキャラですよね、まあ、僕もねこれ好きですよ あこの方好きです。伊吹の,のりたけ。うん。わしにラーメン食わせんかい好きですけど。ああ、でもね、なんか結構鉱物つきがたいんですけど、あのー、シンクロの先生とかね、染谷先生だっけな、あれ、確か。あのーい、いきなりブチ切れる先生がいるんですけどね。あのー、シンクロのコーチとか、まあシンプルにね、まあ、陽子伏紙とかも普通に好きだし、 あとなんだろうなあとあの、スポーツトレーナースポーツトレーナーとか。あまあ、あとあれですね。あいつあいつ。イコベユウト。イコベユウト。直感系サッカー選手。うん。まあ、あれ好きですね。あれちょっと僕に通,じ通ずるところもあるんで。うん。その辺が好きです。はい、次です。こんばんは。今年のクリスマスも僕はっちです。一緒に六本木のイルミネーションに石を投げに行きます。<laughs> そんなことしたって何にもならん 大丈夫だ別にはい次ですなんで山本陽二さんでドクターマーチン入ってたりコラボで扱ったりし,してるか知ってますかと一つ本当かどうか知りませんがマーチンに合う服を作ると彼が言ってたというのをどこかで聞いた覚えもありますとあとは推測でモッツカルチャーのマーチンの反抗的なところとは自分の思想がマッチしたらしたからとかもし知っていたらでいいので教えてくださいえ知らないっすねなんでななんでかって考えたこともなかったな なんかまあ好きなんじゃないですかねはい次ですこんにちはりょうくんは初売りの福袋を買ったりしますかまた服の福袋商法についてどう思いますかまず、えー、福袋は買いませんね僕はうん,なんかこれっていうのはを買いたいんですよこれが欲しいで買いたい 派なので、ああてなんか何が入ってるかわからなくて。まあお得ではあるんだけど、もみたいな。なんかそういうのはあんまり僕はそそられないんですよ。だ服の福袋商法についてどう思いますか？うん、まあこれもあれでしょう。まあ、あの正直うちの店でもやってたりし,してますし、今年もやるんかな？まあ、ちなみにですけど、まあここで言うんで別にどうでもいいですけど。 あのまあ僕がセレクトしたブランドの服はもちろん福袋は入れません。ね。福袋はやると思いますけども僕のセレクトした新しく入れたブランドはえ入りませんと。過去のものが入りますがやっぱねあのんビジネスのまこれは本当に必要は悪じゃないですけどあのですよねない方がいいに決まってんだけどどうしようもないっていう時にまあ一つの言い訳として福袋ですよね。 次。えー、こんにちは。先日、ディオールに招待されてましたが、どういった人がどういう風に招待されるんですかいや、ちょっと分かんないですね、それは僕も。僕も分かりません。誰も分からないと思います。ブランドのみぞ知るというとこじゃないですかね。はい、次。えー、トムウッドは形,形がめちゃくちゃいい、カラーは素材がいいよね、うん。らしいですって。これ、あれ、さっきのあれか。ゲンジ君が、あのー、トムウッドのリング買って、カラーも好きだって言ってた時のコメントってことですか。 トムと,と形めちゃくちゃいい。素材がいいよね、もう。なんか。<laughs> これなんか、いや、例えて言うたらなんかラーメン食って、うんこのス,スープ旨味があるよねって言ってるようなコメントと同じ感じじゃないもう何、なん、何でも当てはまっちゃうっていうか。形がめちゃくちゃいいと素材がいいよねってこれ。<laughs> 逆にこれ、な、なんだろうな。 例えばだけど、コメントスイッチしても違和感ないよね。トム・ウッドは素材がいいよね。うん。カラーは形がめちゃくちゃいい。でも、なんか通じてしまうっていうか。うん。まあ、まあまあ。その、その程度ってことですよね。まあ、カラー素材がいいで止まってたらちょっとな。その素材が良くて好きっていうのはちょっとな。なんか、本当に好きなのかはわかりませんが。まあ別にいいでしょう。 カラーを語らせたら僕の右に出るものはいないんで、まあいると、あの、直営店のね、あの本社の社員の方、覗くですよ。<laughs> もちろんそれはあのね、あのブランドの中の方々にと、には勝てないです。確かにやっぱり。うん。ですが、まあそういうのは取扱い店とかっていうようなくくりで僕の右に出るものいないと思ってるんで、うん、まあ、いいですけどね。<laughs> 次ですはい、えー、私はデザイナー志望の高校2年です私はデザイナーになるために専門学校への進学を考えてますと私が考えている専門学校4年生で高度専門士の資格が取れるコースなのですがもともとの学費が高いのに加えて4年間通うのでとても高額になると <laughs> 母親は大学進学を望んでいますが私がやりたいといったことに対しての意見を尊重してくれますとですが家庭にもそんな余裕はなく金銭面ではそんなに負担かけたくない 奨学金と学校での援助を受け、アルバイトで学費を払おうと思い、今のうちから少しずつ貯金をしています。ですが、奨学金破産などの言葉もあるようなので、とても不安ですと。ですが、デザイナーになるということは諦められません。専門学校に行くには、行くのはもう決めていると。りょうさんの意見、背中を押す言葉をいただけないでしょうか。もう決めてるんですね。もう、あの、専門学校に行くというのを決めてるのであれば、その前提で僕が言えることがあ,ったらあるとすれば、もう行く、やるしかないっしょ。ね。 じゃないもう決めてんだよねもう既決心がついてんだったらもうあとは簡単ですよもう飛び込むしかないですねあとうんまあでもなーいやごめんごめんねあのー、そもそもねデザイナーになるための専門学校行って4年間通うっていうのは僕はちょっとこれが結構リスキーな気がしてるねそもそものうーん 別に、まあ僕よく言いますけど、デザイナーなのであれば専門学校行く必要ないんですよ。パターンなんだったら、パターンナーだったら行く必要あるかもしれないです。で、なおかつ4年間通う必要あんのっていうところですよね。えー、まあ、2年もしくは3年で住むところとかもあると思うので、わざわざこのコード専門士っていう資格を取れるっていうのが、まあ一つ大きなね、 まあメリットとしてあるのかもしれないですけどこれがいかほどのものなのか僕はちょっと分かんないのでどうなのか分かんないですね。コード専門誌っていうのがどれだけのなんだろう威力があるとか威力というかパワーがあるのかそれがちょっと分からないのでただなんか別にコード専ファッション業界とか見渡しにて,てもコード専門誌の資格取ってるからとかっていうのって別にあんまりなんか加味されないというかなんか別に。 僕が初めて聞いたぐらいのことなのでこれあんまりあの人行動専門士の資格持ってるんだよすげえとかっていうのはあんまならないような気がしますねなのでまあ決めているのであればもうジャストドゥイットただ私はその前提としてその前段階でこのデザイナーになるために4年間あの高額な学費を払って専門学校に行くことこれがに対して ちょっとクエスチョンマークは僕は正直あるですね。まあ、最終的に決めるのはご自身なので、自分の責任でね。あの決断すべきだと思いますけども。はいまあ、僕はかねてから言ってますけどね。パターンになる以外だったら専門学校行く必要はないと思ってます。はい、次です。え、突然あ唐突ですが、すみません。りょさんを働くとき収入とやりがいどちらを優先していますか？ いや、これ、これもう愚問中の愚問でしょ。やりがいだよ。<laughs> 収入を優先してんだったら、今の仕事してませんから。まあ、やりがいというか、やりたいですね。<laughs> やりたい。うん。やりがいじゃない。やりたいっていう、その、ウォントの気持ちが僕は、あの、一番大事にしてて、自分の中でね。やりたいかやりたくないか、みたいな。心が動くか動かないか、みたいなところで、 いい、あのー、いろいろプライオリティをつけていますで結果そこで何かこう一生懸命頑張れるとというか好きなことじゃないと僕は頑張れないんでそこで頑張れれば結果的についてくるのが僕は収入だと思ってるんでまあそういう考え方ですはい次です、えー「切実な悩みなんですが彼女が欲しいけどこの人と付き合いたいって人がいませんこの感じわかりますかね」ああなるほどね彼女という存在が欲しいんだけど具体的に誰っていうのがわかんないと。 あ,あでも分かりますようんでもなんか分かんないですけど僕があの思うのは例えばですけどテラスハウスとかねいい例だと思うんですよあとはバチェラーとかもいい例かもしれないんですけどあれってねああやってこう反強制的にこう何て言うかな恋愛をさせ,せざるを得ないような状況になるとなんか自然に好きになってくんじゃないかなって人って。 ま、それがうまくいくか、いかないかは、ま、別としても、あの、反強制的な、なんかそういう環境に自分の身を置くとね、多分なんかこの、この人と付き合いたい、なんか好きだとか、なんかこう思い始めんじゃないかな、人間って。いうふうに、ちょっと思ってて。なので、そういう環境にちょっと身を置いてみたらいいんじゃないですかね。わかんない。この感じわかりますかね、点々点なんで。あの、どうしたらいいですかとかいう質問ではないんですけど。 も分かりますし、それを打破したいのであれば、なんかそういう環境に身を置いてみるとうん1つの手かなと。思います。そろそろはい次。次そろそろ ann に黒黒さんゲストとしてお招きしてください。いや、お招きしたいよ。今あいつがね。あのー、長野まで来るのであれば、もういつでも全然オッケーですよ。はい、僕が彼のとこに行くことはありません。<laughs> なんかのついでとか以外なる以外でね。はい。 わざわざ ANN 撮るためにね、わざわざ出向くのはちょっとね、だるいですね。<laughs> はい、次です。はじめましてと。最近洋服の好みが変わりました。今まではストリート一本でこれ以外ないという感じでしたが、リオールのファッションショーのインスタを見て完全に好みに変わりましたと。えー、質問なんですが、タイトにモードを聞きこなしたいのですが、おすすめのブランドは、いや、リオールでいいんじゃないのリ <laughs> オール見て完全に好み変わったなら、リオール着たらいいんじゃないのかな どういういタイトにモードを着こなしたいんですかおすすめのブランドええー、んか別にリオール着たらいいんじゃないですかだったらはい、えー、次ですはじめましていつも動画を見てますオールナイト長野向けです私は東京に住んでおり自分の好きなドメブラかっこ A 店」としますを身に原宿へ足を運ぶのですがちょうど A 店の隣に某有名なセレクトショップがあり A 店を見るついでにそこにいつも立ち寄っていましたと。 いつも A 店の服で固めていた私はそのセレッショーですぐ顔を覚えられましたと。ですが、毎回 A 店で買っていたため、そのセレッショーで服を買うことが一回もなく、店員さんの私に対する扱いがだんだんと悪くなってきたように感じられて、そのセレッショーに行くのを躊躇してしまいましたと。単純にそのセレッショーが扱っているブランドで好きなものも何個,何個かあるので、手に取ってみたいですし、いいものがあればもちろん買いますが、りょうさんはこの行為は迷惑だと思いますかと。なるほどね。つまり、ついでに行くと。ついでに、 行くお店に、えー、行って買い物もすることなく立ち寄っていたらだんだん店員さんが自分に対して素っ気ない扱いをすることになったような気がしてきていて、えー、それはどうなのですかっていう話ですね、うん、まあでもそこはしょうがなくない、うん、店員さんって何のためにいるってあのこれまあ極論の話ちょっとドライな聞こえ方するかもしれないですけど売るためにいるんで。 あのあ売れないなって思ったらそれは目を引くっていうことじゃないですかね単純にやっぱりそれはそうだと思うんですよ別にあの、まあ、店員さんもな何て言うかな仲良くなるために人と仲良くなるためにそこに突っ立ってるわけでもないしえー、っと、うん、暇だからそこに突っ立ってるわけでもないと思うんですよね、うん、やっぱ 目的は売り上げなんで,でその、まあ、プロセスとしてお客さんと仲良くってなることがあったりとかあとは結果として仲良くなるとかっていうことはあるとしてもうんいやまあ、その売り上げっていうところが常にやっぱある、まあ、仕事ですからだ,だからまあこうなってしまうのは僕はしょうがないかなっていうふうに思いますしもしそれが嫌ならまあ行かないのかそこで買い物するのかどっちかですかね、うん、だと思いますよで1回でもなんか買い物すればちょっと変わってくると思うんで <laughs> うんと思いますよ。かなぁと。思います。ね。うん、まあ、僕もこれは、僕が逆にこの A 店の、あ、違う、A 店じゃないな、その有名セレクトショップの店員だったとしても、まあ同じような感じで、あ、まあ、あの人買わない、買う気ないしなってな,なると思うけどな、わかんない。その ただお客さんとお店っていう関係だったらまあしょうがないかなと、えー、僕は思いますね迷惑まではいかないけど <laughs> まあ扱いが雑というかだんだん悪くなってきたしまうのはしょうがないというか <laughs> かなと、えー、思いますはい次ですえりょうさんはイン,プインポートブランドのコピー品それでもスーパーコピーと呼ばれている類のものについてどう思われますかと例えばサンローランの 何、えー、ですかこれ LO1 のスーパーコピーは法性は本物と同等革の質は本物以上と言われているものも存在しますと、えー、偽物を本物と偽ることは善悪で言えば間違いなく悪ですが本物同様の法性技術を持つ工場や職人さんが本物以上の素材で作った服って純粋な洋服としての価値はそちらの方が上なのではと考えてしまいますそうすると本物を買う意味って何なんでしょう本人が着て満足ならいいのではという極論かもしれませんがご意見、えー、ぜひお願いしたいですなるほどねこれつまり ブラックジャックと一緒やな。ブラックジャックと一緒ってことだよね。ねあの技術は相当だと。ただ、医療診医療のね、医師免許を持たずし,し,して、なんかいろいろやってるっていう。これどうなのかっていう問題ですよね。ブラックジャックと同じで。なるほどね。僕、そのスーパーコピーっていうものの存在を、あの、知らなかったんですけど、あ、そういうこともあるんですね。まあ、ものとしてみればね、 だから何て言うかな僕が惜しいなと思うのはその職人さんたちをその偽物ととししててて働かかせてしまってることが一番残念ですよねうんなんかもうちょっとね、あのーまあ、正規のブランドとしてやるのか,なんかそういうちゃんとしたお仕事として、ね、できる環境があ作ってあげられるかどうかが一番の問題じゃないですか。 価値がどっちが上か。うんまあそれは人によって違いますからね。うん、と思っちゃいますね。まあでもやっぱ偽物には違いないんでね。ちょっと、で、偽物ありきの、あ、違う、本物ありきの偽物でしょね、本物がなかったらコピーも生まれないんで、ってなるとやっぱり、まあいくら、 モノとしてのクオリティが良かったとしてもゼロイを作ってるブランドの方がやっぱりそれはお金が落ちるべきだしあのモノ、まあ、としてのクオリティ云々の前に、うんうん、やっぱりそれが本質的じゃないかなと僕は思いますはい次です、えー、ラジオの質問ですブランド古着を購入される際いつ頃リリースされたものかシーズンなど気にされますかと、あのー、いうことですが 気にするうーんー、まあ、欲しいか欲しくないか,だからね。気にしないかどうかって言わと、まあそんなこともないんだけど、まあそんなに気にしないけどね。はい。それが欲しいかどうか、それだけです。えー、次です。えー、ラジオ用質問です。両高島さんについて質問。<laughs> うん、はい。 彼のファッションユーチューバーとしての魅力はどのようなところにあると思いますかちなみに私は彼に魅力を全く感じません。もしよかったら、マツモ本さんの考えを聞いてみたいです。いつも動画を楽しく見ていますと。応援しています。ありがとうございます。えぇ、ー、えー、あの、ごめんなさい。僕ね、まともに動画を見たことないです。これ。本当に。うん。なんか別に、なので、なんか前提としてのね、 ああだこうだ意見を申し上げられるほどの情報を僕持ち合わせてないんですよ。だから魅力もそうだけど、何なのか、そもそも知らないっていうところなんで、あの、ごめんなさい。あんまり考えっていうことを言えないですよね。<laughs> 言ったとしてもなんか本当イメージね、イメージの話っていうか、ふわっとした印象論みたいになっちゃうんで、わかんないです。まあでも、 うんまあ、僕もねあの逆説的に言えば魅力を感じてたら見ると思うんで、まあ、魅力を感じてないのかもしれないですね何をやってるかちょっとよく分かりませんけども <laughs> すみませんはいそんなところです喋れるほどの何物を持ち合わせてないということでございますはい次、えー、最近よく我が道を行ってるねと言われることが増えたでも俺はその言葉に疑問を覚えて一体お前ら我が道行かずにどの子のみ誰の道行ってんだと まあ大体の人がですね誰かの道行くんですよ、うん、我が道行かないんですよそういうことのうんまあ証明じゃないですかね証拠というかはい次ですもし自分が生まれ変わって女の子になるとします遼松本は誰になりたいですかああやっぱがきちなみに僕は長澤まさみとか宇多田,田ヒカルみたいなショートカットが似合う美人になりたい <laughs> あ、誰かになれるってことが、んですか女の子としてう。ええ、別に誰でもいいんだけどね。可愛かったら。うん。なんかそれよりも、な僕が、僕という人間が今男として生まれてますけど、女として生まれてたらどんな風になってたかの方が興味あるかもな。話は違うけど。<laughs> はい、次です。出かける時のバッグや持ち物、小物類の紹介動画。ああ、持ち物動画ね。 まあ仕事に行くときっていう観点でいいですか常に、うん。仕事用のね、えー、バッグとか。それ以外に僕、ちょっとしたお出かけとか、も基本、バッグ持たないんですよ。持ちたくないんですよね、ほんと。もう、必要最低限、携帯と財布だけ持っていきたいタイプなんでね。はい、次です。ちゃんゆうのサングラス似合ってると思いますかあディオールのですか <laughs> まあ、いいんじゃないですか<笑><笑> だ、ちょっとなんかチンピラっぽく見えちゃうよね。あのデザインだと。なんかちょっとこう、ギラついてる感があるというか。はい、次です。えー、ファッションが個性とかいう時代はもう終わったと思いませんかなんか今はファッションは価値観の表面に近い気がするんですけど。うん、でもその価値観の表面が結果個性につながるんじゃないんですかね。と僕は思うんですけど。うん。はい、次です。 えー、オールナイト長野でお願いしますと、えー、自分は学生です。将来は自分の好きなブランドに就職する。または自分で服を作り売りたいと思っています。そのために今の自分は何をしたらいい何をするべきなのでしょうか今は服を作るむじ難しさを知るためにパンツを作っています。えー、りょうさんの動画はいつも楽しく見させていただいていますと。これからも頑張ってください。なるほどね。えーっと、いいんじゃないですか そのパンツを作ってるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけど、あの、そもそもその服を作る難し、難しさを知るためにパンツを知るためにっていう目的がなんか僕はそうじゃなくて、もうそもそも、あのー、自分の、がブランドを持ってるとして、自分がもしブランドを立ち上げたらという前提に立って服作ったらどうですかうん、と思うんですよ。その服の作る難し、難しさなんていうものは多分、 それを目的に据えて作らずともあの自然に自分がこういうものを作りたいとかっていうものを作ってる最中にいくらでも感じることだと思うのであの目的を自分がブランドを立ち上げたとするならばというような前提に立って作った方が僕はいいんじゃないですかねと思いますただこうやってアクションをしてる起こしてるっていうのはねもう素晴らしいと思います 大体こういう質問投げるやつって大何もしてないんですよ。うん。ただ何をしたらいいでしょうかって聞いてくるやつが多いんですけどこの方はもうすでに何かアクションしてるということで素晴らしいと思うんで、ま、あの僕から何か言わせていただくとすれば前提をちょっと変えるというところですかねはい次です。えー、ファッションセンスは感性だと思いますか論理でどうにかなると思いますかうんいや論理でどうにかなることではない気がしますね。 まあセンスってことですよね。で、ファッションセンスってね、やっぱね、何て言うかな、まあ、何を着るかとかっていうことだと思うんですけどうん、結局生き方ですから、生き方のセンスがいい人はファッションセンスもいい気がするんですよね。だから生き方がいい人はファッションセンスもいいというか、かそこが結構、うん、紐づいてくるというか、何を着るかはどう生きるかが、何を着るかっていうのはどう生きるかだと僕は思ってるんで、生き方 とすごい強く密接に関係してると思うのでやっぱその論理とかではないですよねうん感性でもありまあひいては生き方かなと思います次ですえ買った服や、えー、アイテムにすぐ飽きてしまうのですがりょうさんにはそんな時期ありましたかまたどうしたらいいですかまああったっちゃあったかもしれないですけどどうしたらいいってもうどうしようもないですよね飽きてしまうんですからそんなに気にしなず気にせず まああのー、いいんじゃないですか、あのー、好きなようにやったらはい次ですね、えー、ユニクロやめたから見てるファンですとアンチではないのでご理解ください、えー、ホームページリニューアルに伴いブランド一覧を見ると圧倒的なラインナップだなと感じましたしかし全ブランドが主役級でありある意味ブランド同士が喧嘩し合ってるような感じですと えー、ここで言う喧嘩とはうさんとしては主軸にカラーがあると思うのですが他のブランドも主役級でありカラーという存在が薄れているということですこの考えにバイヤーとして何かご意見ありますああなるほどねブランドメニューをこうねバーッと見た時に相対的に見てあのー、カラーの存在感がねちょっと薄れているのではないかということでしょうねまああのー、これはあの何をもって主役とするかっていうところにもよると思うんですよね、うん まあ結果としてはねどれだけの予算をそこにバジェットを割いてるかっていうところが僕は主役かどうかっていうところだと思うんですねあの結果として詰まるところなら、えー、つまりはまあバイヤーとかに,にとってみればこのブランドを推していきたいっていうことはこのブランドをもうちょっと多く予算割こうとかっていうことになって結果予算が大きくなるわけなんで、まあ、そういう考え方で言うとまあ確かに。 まあそういう考え方で言うと、カラーってまあ主役級ではあるんですよね。うん。お店のその予算的なところで言うと。で、まあそのブランドメニューみたいなところで見て、そのブランドの、なんていうのか知名度とか世間的なね、ね、なんていうのかな、地位みたいなところで言うと、まあ確かにカラーは稼れてるかもわかりません。マル丸ラとかがある中でね、うん。うん。でもなんかまあそれ結構主観だからね、と思いますよ。 うん、だしなんか別に僕は,こういい、うん、僕はいいと思ってるんですよ僕はいいと思ってるんでみたいな <laughs> 結果そこですからねやっぱセレクトショップってあのー、セレクションなんで僕がいいと思ってたらそれが正解なんですよ、ね、正解がないんで、あのー、正解は作っていくというかねだから僕は結構こ,このブランドメニューとか あの満足してて満足してるというかあのいいなと自分で思ってるんですけどね自画自賛じゃないですけどあの思っててなぜならあのカラー以外のブランドメニューで、まあ、やってるところってまあまああると思うんですけどそこにカラーがあるっていうことが結構面白いなって思うんですよそれがすごい僕らしいなって思うんですね カラーっていうのが軸としてあってそうじゃないところとかはその時の僕の気分とかなんか今こういうムードだよねとかなんかそういうところが脇を固めてるでも中心にあるベースにあるのカラーっていうのは他のお店だとあんまりないと思うんですね例えばだけど、まあ、マルジェラとカラーはあったとしてもねベラだとカラーとか結構ありえないかなと思うしリトルビッグとカラーも結構。 異質じゃないですか。多分他、他のお店さんで一緒にやってるところとかあんまりないと思うし、このブランドメニューの中にポーンとカラーがあるっていうところが結構僕は面白いなと思ってて、僕らしいなと思ってるんで、なんか僕は、まあ確かに、あの、リストだけ見たら、まあ、喧嘩してるような印象はあるかもしれないですけど、まあ、僕の中では全くそうではないし、うんまあ、まあまあまあ、いいんじゃないですかね。喧嘩してても最後に、 かまあカラーがどしっと構えてるっていう感じではいそんなとこですかね <laughs> 次ですディズニーランドに幼児ン本を着ていくのは TPO をわきまえていないのでしょうか <laughs> いや知らねえよディズニーランドとか僕ほとんどいい人生で1回とか2回しか行ったことないんではいすいませんはじ、えー、めまして リオ松本さんいつも動画トークを楽しませていただいています、えー、最近というよりか昔から玄二君について話題ですが仮にあちらからコラボしようと言われたらどうしますかまたコラボしたとしてハウデにリードも貸してくれないかと言われたらどうしますかとあ玄二君好きですね皆さん <laughs> えっとコラボしようと言われたらまあ基本 OK すると思いますだって面白くないですかまあどういう内容をやるかにもよるんですけどまあ基本 OK しますよ面白いじゃんそんなめっちゃめちゃくちゃ熱いコラボだと思うんだよねうん なかなか面白いなと思うので、もしそういうあの提案があればね、万が一にも。<laughs> それはまあ基本僕は OK になってたんです。です。が、そのコラボの話と、あの、ハーデにリドムを置くかどうかっていうのは全く別の話で、ハーデにリドムを置かせてくれないかと言われても、まあ僕はバイヤーとして断りますかね。だし、まあ、こんなこと言わないと思うんだけどね、あれは、 あのブランドはね、直営店、卸しやらないからこその、まあ、ブランドだと思うんで、まあ、それは置いといたとしても、うちの店に置いてくれって言われても僕は置かないですね。はい、次です。こんにちは、えー。恋愛についての話なんですが、高校生の頃は異性と付き合うことはできてもセックスするまでが難しいのよ。大人になるとセックスするのは余裕だけど、異性と付き合うことが難しくなっていくのはなんでですかね。<laughs> 知らねえよ。だから、あれだろ人を好きになるっていうことが、なんか、 結構自然にでできなくなくくっってくるってるいううことだとだ思うんですよ、ねうん、なんか恋に落ちるっていう感覚がさなくなってくるんじゃないかなと、まあ、思います大人になるとね大人になるにつれて、うん、と思うんですよねなんかこう何て言うの,その高校生の頃のみたいなこうもうラブがあふれるみたいな,なんかそういうことが。 なくなってくると思うんですよね大人になると。まあ、で、これなんでかっていうと、まあ、いろんな理由あると思うんですけど、結局のところね、僕が思うのは、マインドシェアの話だと思ってて、大人になるとね、いろんなことにマインドシェアが割かれるわけですよ。まあ、主に仕事とかさ、まあ、対人関係も増えるし、人間関係も増えるしね、いろんなところで自分の中のその、マインドシェアが割かれてる中で、じゃあ恋愛に割かれるマインドシェアって多分限られてると思うんですよね。高校生の頃ってそうじゃないじゃん。マインドシェアがそんなにね、 開かれてるわけじゃないし、あのーまあ、100あったとしても恋愛に避けるのって結構大部分だからなんかもう全力投球みたいな感じでこうのめり込んでいくんでしょうけど大人になるとねそこのキャパがどん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 他のもので埋められていってしまって結果じゃあ,あの高校生の時、あのー、マインドシェア避けるのが恋愛に避けるのが80くらいあったのが大人になったらあれ20くらいしかねえみたいな <laughs> その他のことでもうあ常に頭いっぱい精神もいっぱいみたいな感じで。 なななっちゃゃうんじゃないかなとかと僕は一つ思うんですけどねはい次ですえー、ラジオ用ラジオネームそんなバナナさんえー、2014年に放送されていた富士テレビ系ドラマの失恋ショコラティエにてえ有村架純さんとキスをされていましたが有村さんの唇は柔らかかったのでしょうかまたどのような匂いがしたのですか、はあ、あれね まあ,あれは結構俺にとっても一つのステップとして結構重要なねあの作品で、まあ、とにかくあの石原さとみさんがね、まあ、共演させていただいたんですけど、まあ、すごい垢抜けていらっしゃってなんかその姿を間近で見つつすごい楽しいあの撮影で。まあ 今もね、僕の心の中に一つ残ってるような作品の一つであるんだけども、まあ、ある意味ではカスミさんは、とのキスはね、あの、ぶっちゃけ忘れましたね。うん、の石原さとみに、さんの方が、もう、もうそれがすごくすぎて、その印象がすごすぎて、ぶっちゃけ忘れましたね。うあん。まあ、柔らかかったんじゃないですかね。うん、と思います。やっぱ、あれは、もう、 有村かすみさんの作品ではないでしょう。石原さとみさんでしょうが。<laughs> まあ、今もたまに思い出してます。はい、次ですね、えー。バイト代全部欲しい服や靴に使いすぎて旅行など、友達とお金を使う遊びへの付き合いが悪くなってきて、どうすればいいか悩んでいます。友達と遊ぶのは好きですが、正直今はよく旅行より服が好きです。りょうさんの意見何かあれば聞いていただきたい。いいんじゃないんですか うん、あその自分で稼いだお金ですから何に使おうとご自身の勝手だと思いますし <laughs> 悩むことなのかなと思いますけどねまあただバランスも大事でバランスも大事でまあ言うでね旅行とか友達とこう付き合ったりするっていうのもまあ人生においてはまあ重要なことだったりすると思うんですよね、うん、なのでまあバランスを見て じゃないですかと思いますよ。うんやっぱなんか、付き合いが悪すぎてじゃあ、仮にね、極端な話だけど、友達が一人もいなくなってしまいましたと。身の回りから、友達が、あのー、ゼロにな、消えてしまいましたと。いう風になったら、それはそれでね、うん、なんかちょっとこう、楽しくないじゃないですか。ね、楽しくなかったら、そもそもね、あのー、洋服も、ね、生きないですから、なのでまあ、バランスを考えつつ、 なんかまあ、優先順位決めてやったらいいと思いますよ。はい。そんな感じで、えー、今回いただいたことにか、ものに関してはすべてお答えしましたので、そろそろ終わろうと思います。はい。またあ、来年もよろしくお願いしますね。次は多分来年になると思うんですけども、はい。今年も、えー、このラジオ企画、まあ何回かやって、えー、非常に楽しかったんで。 まあ来年もあの変態リスナーの皆さんよろしくお願いしますということででは